今週末に開催される F1 第2戦サウジアラビアグランプリでのポイント獲得を目指すビザキャッシュアップ RB、イカ RB、の角田裕希。先週のバーレーン GP では14位に終わったものの、車の限界や改善点について多くのことを学べた、有意義な週末でした、と、ポジティブに開幕戦を振り返っている。動画、王者はやっぱり強かった。 2024年 F1 開幕戦バーレーン GP ハイライト。しかしこのレースの終盤、ケビン・マグヌッセン、ハースを抜きあぐねていたところで、背後にダニエル・リカルドが迫った際、順位を入れ替えるというチームオーダーが発令されたことに対し、無線で冗談を言っているのか、と不満をあらわにしてすぐにはこれに従わず、 チームメイトを先行させた後も皮肉を口にした角だ。さらに、レース後のインラップでリカルドに、ダイブボム、押しかけて彼を怒らせたことで、大きな物議を醸すなど、後味の悪さを残すこととなった。この一件についての各国メディアの反応を見ると、日本人ドライバーが感じた悔しさを理解し、チームの戦略に対して疑問を呈するところが多かったものの、 一方で、冷静さを欠いた行為に対しては苦言を呈する声も少なくなかった。そんな中、オランダの F1 専門サイト、RN365 のポッドキャストでは、かつて日本でも活躍したオランダ人ドライバーのコメンテーター、トム・コロネルが激しい怒りを示している。もっとも、その矛先は角田ではなく、 結局マグヌッセンを抜けずに終わったものの、そのままポジションを戻さなかったリカルドに向けられた。それを見たとき、私は激怒した。リカルドがやったことはただの無礼だった、と語る1999年フォーミュラ日本王者は、チームがどのような指示を下ろそうとも、彼はチームメイトに対してリスペクトを示すべきだった。マグヌッセンを抜くためにポジションを譲られたのだから、 それができなかった以上、それを角田に返すべきなのに、彼はそうしなかった、と指摘した。対して、ポッドキャストで共演したジャーナリストのルート・ディマーズ氏は、リカルドはソフトタイヤを履き、ハードの角田よりペースが速かった。しかし、角田がチームオーダーを実行するのに2ラップかかったことで、リカルドのタイヤは追い抜きのために最適なものではなくなっていた。 との見解を示している。一方で、リカルドはレース前にチーム内のブリーフィングで順位の入れ替えがあり得ることを互いに承知していたと明かしており、それにもかかわらず角田が感情を爆発させたことには不適切だったとして、チームが求めたことについては、それを迅速に受け入れて実行するべきだった、と指摘したが、コロネルはそれは重要なことではない、 これに同意しなかった。このように多くの論争を生んでしまったこのトラブルだが、RB、そしてレッドブルグループとしては、これでドライバー間やチーム内に過婚を残すことは得策ではなく、レース後にはブリーフィングが行われ、またレッドブルのヘルムート・マルココモンも解決に動いている。オーストリアのテレビチャンネル、OE24 に対し、マルココモンは、 これは避けられるものだったはずだ、と語り、レース後、勇気と直接、話をした。正しい戦略があれば、彼は10位、入賞権、でフィニッシュできただろう、と、この日本人ドライバーに対して理解を示したことも明かした。リカルドは、長いシーズンで互いに協力していく必要がある。角田も、チームで話し合い、今は一致団結している。 と語り、すでにこの一件が過去のものであると強調。チームも含めて、これを今後の糧として総合力を高めていけるか、サウジ GP も含めた今後のレースにおける彼らのパフォーマンスに注目したい。構成クロ黒丸ザダイジェスト編集部。